あ、キリュウの兄貴。あの、昨日は助けていただいてほんまにありがとうございました。うち、キリュウさんのファンになってしもうたけん。ああ、そうか。お前はええんじゃ向こう行っとけや。なんよ、もう。松永の兄貴も客呼びたかったらもっとええ女子入れりゃええんですけどね。あの人、物騒なんですわ。たった一人のホステスがあれじゃ客も寄りつかんです。その松永は奥におります。どうぞ。ヤマトじゃ。世界でも史上最大の戦艦。こいつは広島の地で生まれた日本の宝じゃ。もうすぐ完成か。あんた、そういうのが好きなんだな。造船の町に生まれたんじゃ。この町の男なら大なり小なり船に興味あるもんじゃけ。昨夜はあんたの店で暴れて悪かったな、松永。わしらを助けるためでしょう。謝られる筋はないですけ。気にせんでください。じゃけど、あんまり慣れ慣れしゅうされんのは迷惑ですけ。わしは南雲の頭水戸にコロコロ態度は変えれん。そうか。松永の兄貴。は？何じゃ言った？どうかしたんか？昨夜ここで暴れてた客、造船所のやつら。おう、それが何じゃ。あいつらがいきなり陽明連合会本家まで行って文句つけたらしいんです。それで今本家の若頭がうちの事務所に来てけじめつけろって。本家の若頭？こいたら小清水さんか。それに例の昨夜南雲の頭をボコった松添も腰銀着みてえについてきてます。取り巻き合わせると20人くらい。20人？うちの事務所にか。ええ。それで南雲の頭が松永の兄貴を呼んでこいって。なるほどな。これはわしがインコでも飛ばさんと収まらんの。なんで松永の兄貴が。だって昨夜客を殴ったんは。バカだれ。ここは広瀬一家の仕切る店じゃと。客同士の喧嘩じゃ言うてもそのケツはわしが持つ。桐生さんを責めるのは筋が違うとる。ほいでも桐生さんはそのよそから来た人ですけ。桐生さんに頭下げてもらえば。そがのみっともないまでできるか。あ、わしはの弱小ヤクザじゃ言うて広瀬一家の看板安するような男じゃないで。待ってくれ。その前に一つ聞きて。なんで酔っ払いのイチャモンで本家の頭なんて大げさなもんが出てくるんだ。よそもんには分かんねえ事情があるんです。ここは岩見造船の城下町っすから。岩見造船？昨夜の酔っ払いにそこの造船所の門もおったんです。岩見言うたら世界でも指折りっちゅう造船会社ですけ。特にこの辺じゃ病院から学校から何でも持っとる。広島の人間はどんな形にしろ必ず岩見に関わっとります。岩見に弓を引いたらまず広島で生きていくことはできゃせんのです。陽明連合会もその例外じゃねえってことか。ええんじゃ、キルさんには関係ないですけ。知らん顔しとったらええですよ。ほいじゃ。松永一人でカッコつけんな。俺も行く。ユータ、田頭、お前らキルさんを店から出さんようにしとけや。え、でも兄貴分の命令じゃ。
二度は言わんぞ。松永の兄貴の言いつけですけ、桐生さん、ここでおとなしゅうしとってくださいや。これ以上余計なことに首突っ込まれてくださいよ、桐生さん。やっぱりあんたは兄貴とは呼べねえよ。俺らは南雲の頭とは違う。おめえらの言いたいことはわかる。だがそこをどけ。松永の兄貴に恥かかせる気かよ。昨夜の喧嘩は俺がやったことだ。お前らの方こそ出る幕じゃねえ。ただ殴られてただけのチンピラ下がってる。なんじゃと、この野郎。どけ、急がねえと松永が手遅れになるぞ。ここでどけるかよ、クソヤシ。くれ、あんた一人で今度の始末どうつけるんだよ。松永の兄貴の代わりに指でも詰めんのか。陽明連合会に一言言うだけだ。文句があるなら直接俺に言えとな。そんなんで収まるかよ。相手は広島全体の極道90点だ。喧嘩売っていい相手じゃねえ。それが分かってんのか。わしら会うたばっかりじゃろうが。それをあんたは松永の兄貴のために命まで張る言うんか。なんでそこまでするんじゃ。お前ら遥のことで俺に隠していることがあるよな。何を急に。ここで恩を売っときゃお前らも口が軽くなると思ってな。こっちも計算づくで動いてるんだ。ただ働きしようってんじゃない。およく言うよ。あんただったら俺らから力づくで聞き出すことだってできんだろう。なるほどな。その手には気づかなかった。気づかんかったって。
本当によ。何なんだあの人は。鍵が。いらっしゃいませ。ありがとうございました。しばらく寝てろ。気をつけろよ。おかげで助かりました。
願いしやいま。ありがとうございました。鍵が。やっと出てきよった。探しとったんだい。気流。舛添か。昨夜の借りを返すどころ。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があるのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえ奴は道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。うせえ。時間切れだ。
きろや。ぶち殺しちゃう。悪く思うなよ。島中の国土を敵に回せっちゅうこっちゃ。おいやるの、マスゾエ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか。そこまでの器量か、バカだれ。器量っちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これ桐生さんがやったんか。全部たった一人で。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわの。踊れも桐生さんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男がなんじゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや、腰水の頭は何を言うとるんかの、兄貴の正体って。松永。キリュウさん、なんで来よったんですか。わしはモレノから出ように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで。
わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。ああ、全部承知の上だ。このバカたるや、踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。ああ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。畜生、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。バカたれ、松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はあ、が、頭が。何ですかね、それ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。え、まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこの。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、うん、ビタレが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。お、おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東城会の四代目？東城会言うたら東京のあの東城会で。ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、堂島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか。え、いや、そりゃぶっちゃけつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリュウの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には。俺らの方にはまだ桐生さんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、あ、うん、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい南雲、なんだよ隠し事。
や、言いたいことでもあるんか。もうやめ。仕方ねえ。しばらく寝てろ。いらっしゃいます。ありがとうございました。いらっしゃい。うまいな。ありがとうございました。気に入ったぜ。
さあ行くか。ありがとうございました。キリュウさん。ああ、遅くなった。待たしちまったか。少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がってくか。ううん、もう遅いし。それより大丈夫なの？舛添組は。ああ。とりあえずはな。ならよかったけど。さあ、ハルト君。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、ハルカちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？ううん、何でもない。じゃあまた。ああ、ありがとな。兄貴、南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんにこの部屋のことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃ。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか？ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅうは遥さんのことじゃ。わしらは組の門全員みんな遥さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうたとき、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。キリュウの兄貴がハルカさんにゆかりのある東条会の四代目キリュウカズマじゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったく、あいつの安にぶさにはなんや救われますわ。はあ。そこからのご無礼はどうか許してつかさい。あと、それでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。遥さんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時、あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。
いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできたっちゅうようにしか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。はるかさんの前じゃうちの組の者も造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でもわかりますわ。はるかさんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴がはるかさんのことを調べとるって分かったとき、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから、はるかもこの町にいることができたんだ。南雲なら、ハルトの父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。ハルカさんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃、ハルカさんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら、ハルト君を見ても未だにハルカさんのことは信じれんちゅうんが、ほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけどわしらよりハルカさんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？はるかさんはこん町に住んどった間、ずっとある店で働いとった。兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美。こん町で誰よりはるかさんを知っとるんはあの清ちゃんなんじゃ。でかい声出すなや。坊ちゃんが怖がるじゃろうが。だってさっきおむつ替えたばっかりなのに、もううんこしてるんですよ。元気な証拠じゃ。ええからまた替えたらんかい。おー、ビルビルパー。なんでじゃ。頭がそばにおったら泣き止むもんも泣き止まんでしょうが。それはどういう意味じゃ、悪い。ああ、もううるせえな。邪魔だからどっか行っててくださいよ。踊れ。頭に向かってその口の利き方は何なら修行するで。なんじゃ、少し慣れてきよったじゃないの。こんだけしょっちゅうやらされてたらもう。ああ、はいはい、終わり。よーし、
ちくしょう、なんで泣くんだよ。すまねえな、ユータ。ほう、やっぱり兄貴んところが一番落ち着くんかの。どうだかな。本当はこいつも母親の腕に抱かれたがっているはずだ。あ、その兄貴、はるかさんのことじゃが。ああ、実は昨夜お前から話を聞いた後、すぐにスナック清美に行ったんだ。キヨちゃん、なんて言うとりました？それがあいにく不在でな、会えなかった。なんじゃ、そうだったんですかい。その代わり書き置きがしてあった。なんて書いてあったんです？俺と二人で話したいってことだった。今日の夕方、ロープウェイを登った先で待ち合わせだ。そうですか。わしらと同じで、キヨちゃんもこれ以上は隠しきれないと思うとったみたいじゃけえの。何、自分はうまくやってたみたいに言ってんすか。頭の場合、最初からバレバレだったじゃないですか。バカたれ、そがんなことなわい。現に兄貴だって昨夜までは全然気づいたらせんかったじゃろ。いや、割と最初から分かっていたぜ。お前はすぐに顔に出るからな。腹ん中が読めねって意味じゃ、ハルトの方が役者は上だな。そんな、ちょっと待って、つかさよ兄貴。いらっしゃいませ。ありがとうございました。切れるつもりでいたんだろうがな。なめんだよ。ざまねえな、ジョー。ほら立て。きっちりけじめつけろえ。あ、待て。何見てんだ、おっさんよ。消えろえ。何があったか知らねえが、もう十分だ。その辺にしておけ。なんだこいつ、知らん顔してりゃよかったのによ。正気か。
大丈夫かお前。ダメだおっさん。ん？逃げてくれ。こいつらはもう押せ。トロクセア親父見てるとムカついてしょうがねえんだ。お前らは何なんだ。俺らはな、ジャスティスだよ。ジャスティス。僕はジャスティスの孔明。おっさんは名乗る必要ねえぞ。どうせすぐあの世行きで。ジャスティス的に回したらどうなるか思い知るや。助かったよ。お前立てるか。逃げてくれって言ったのにさ。すげえなおっさん。医者に見せた方が良さそうだな。それより早くここを離れねえと。ジョーさん、ひでえ。ジャスティスの奴らここまでやるなんて。お前こいつの仲間か。あ、はい。あのジョーさん助けてくれたんですよね。そのありがとうございます。礼はいい。それより追っ手が来たら面倒だ。とりあえずこいつを移動させるぞ。あ、はい。うちらがたまり場にしてる店があるんで、そこに連れて行きましょう。わかった。まさかこんなところがアジトとはな。俺の妹がバイトしてるんです。マスターもいい人で友達になりまして。お前らと友達になった覚えはねえよ。たく、勝手に人の店をたまり場にしやがって。あの、キリュウさん、すみません。兄たちがご迷惑をおかけしてるみたいで。兄ちゃん、私ジョーさんに痛み止め買ってくるよ。ああ、頼む。あの、キリュウさんでしたよね。改めまして、俺はマサオって言います。ジョーさん、いや、城島さんとは同じ小学校で、俺が1年の時、城島さんは6年でした。俺らにとってジョーさんは伝説的な不良で、それがこの間、何年ぶりかで尾道に戻ってきたんです。そん時はもう町中の悪ガキどもが浮かれて大騒ぎでしたよ。ジョーさんは東京まで行って名を上げたすげえ人なんです。カムロ町でジャスティスっていうでかい組織を作った幹部の一人ですから。何？分かってます。さっきジョーさんを襲ってた連中もジャスティスだって言いたいんですよね。俺らもまだ詳しくは聞いてないんですけど、ジョーさんどうも組織から綺麗に抜けられなかったみたいなんです。それでジャスティスのメンバーが何十人もジョーさんにけじめつけようと来てるらしくて。わざわざカムロ町から追ってきてるのか。俺もこの間カムロ町でそいつらを見かけたが、一体何なんだそのジャスティスって連中は。そっか、あんたカムロ町から来た人なのか。さっきは助かった。あんたがあそこに居合わせなかったら今頃どうなってたかわからない。あんたは命の恩人だけど、俺を助けたせいであんた自身がちょっとまずいことになると思う。ん？あんたも連中にジャスティスに目つけられちまった。なんだって？キリュウさん、カムロ町で孔明と。ああ、会って少し話をした。そうか。その孔明はジャスティスの参謀役、リーダーの岡田って男の右腕みたいなやつさ。
ああ、そいつも孔明と一緒にいたな。確か、レインメーカーと呼ばれてるとか。金の雨を降らせる男。今じゃカムロ町の若者のカリスマだ。あいつを慕って暴れたい若者がゾロゾロ集結して一大勢力になってる。それが今のジャスティスだ。でも俺らが始めた頃のジャスティスはあんな組織じゃなかったんだ。途中でいろいろあってね、岡田もジャスティスも変わっちまった。今じゃただのギャングチームだよ。それでお前はジャスティスを抜けたわけか。まあね、いくらなんでも尾道までは追っても来ないと思ってたけど、俺が甘かった。非通知でかけてきてる。多分さっきの連中からだ。ジョーだ。ああ、分かってるよ。違う、さっきのおっさんは無関係の通りすがりだ。ジャスティスのことも何も知らない。何？おい、ちょっと待て。ジョーさん？やつら、お前の妹をさらって。妹って、サチコが？嘘でしょ。無事に返してほしければキリュウさんを連れてこいって。わかった、奴らのところに案内しろ。今の状況わかってんだろ。奴らのところに案内しろって言うけど、相手はジャスティスだ。100人以上いるかもしれない。殺されたっておかしくないぜ。相手が10人なら助けに行って、100人なら助けに行かないのか。お前は。俺はそんなダセえ基準で判断はしねえ。女を人質に取る連中が気に食わねえから行くだけだ。俺、仲間集めてきます。地元の悪ガキ連中集められるだけ。はっきり言って、奴らは日本で最大のギャングだぞ。そこまでちゃんと分かってんのか。相手が最大のギャングだからとか、そんなダセえ基準で判断するのは俺も嫌っす。巻き込んでしまって本当にすまない。そして今までダセえこと言ってすまなかった。キリュウさんやお前の言葉で目が覚めたよ。サチコを助けに行く。みんな俺に力を貸してくれ。おう。すぐに仲間を集めるんで、キリュウさんも準備できたら俺に声かけてもらえますか。わかった。キリュウさん、行こうと思います。ありがとうございます。やっぱり相当な数いますね。向こうも俺らが人数集めてくると見越してたんだ。でもこっちも頭数は揃いました。数では劣るけど、やり方次第ではなんとかなるかも。この喧嘩は俺たちの喧嘩です。キリュウさんはなるべく巻き込みたくない。正直うちらは寄せ集めのチームなんで、全然統率が取れていないんです。このまま真正面から作戦なくぶつかっても、多分返り討ちに遭ってしまう。だから桐生さんには俺たちのリーダーとして監督みたいな感じで采配を振るってほしい。采配？ええ、戦況を見て俺たちにどうしたらいいのか指示を送ってくれませんか。普段はあまりやらないが、分かった。ジャスティスはお前の敵だ。お前の手で蹴りをつけろ。よし、それじゃあ行くぞ。サチコを奴らから取り戻す。絶対勝つぞ。
貴様見せてくれ。俺らの恐ろしさ刻み込んでやる。泣かすぞ、おら。すげえ倒れんじゃねえぞ。お待たせしました。泣かすぞ、おら。よくやった、お前ら。あらかた片付いたな。キリュウさん、ナイス采配っす。てめえら、俺らに手出してタダで済むと思ってんのか。ジャスティスを知らねえわけじゃねえよな。何千もの兵隊がいるんだ。勝てる相手じゃねえんだぞ。こっちは上から直々に命令されてんだ。てめえらぶっ潰さねえとやべえんだよ。あんまりこういう物騒なもん使いたくねえんだけど、仕方ねえよな。加勢するぜ。でも俺も体がなまってんだ。少しは運動させろ。それ女を人質に取るような奴は気に食わねえんだ。ジャスティスなめんじゃねえぞ。てめえら死にさらせや。これでもう後戻りはできねえな。俺は決めたよ。ジャスティスを倒す。そしてレインメーカー岡田の目を覚まさせる。俺はレインメーカー岡田と親友だったんだ。カムロ町で毎日一緒につるんで遊んでいた。だがカムロ町には当時カラーズって呼ばれてる若いギャング連中がいっぱいいてね。ブラッディアイとかブルーゼットとか、そいつらをまとめた総称がカラーズなんだ。当時カムロ町はカラーズが幅を利かせていて、それに属さない奴らが勝手できる場所じゃなかった。奴らはカラーズ入りしない俺たちが目障りみたいでね。目の敵にされて仲間を襲ったり脅して無理やりカラーズ入りさせたりし始めた。俺と岡田はそんなカラーズの連中が許せなかった。だからそいつらに対抗する組織を作ろうと思った。それがジャスティスってわけさ。まあ今となってはその時のカラーズみたいなクソギャングもどきになっちゃってるけどね。ギャングを潰す集団がギャングになっちまったってわけか。皮肉なもんだな。でこれからどうするんすか。ジャスティス潰しに行きますか。こいつらに手出した以上カムロ町のジャスティスは黙っちゃいない。多分次は
六教人が出てくる。なんだそれは。ジャスティスの幹部たちだよ。ジャスティスをもっと強い組織にするために岡田が腕を買って集めた連中さ。そいつらが入ってジャスティスのギャング化はもう歯止めが効かなくなった。俺の見立てじゃ多分その一人一人が桐生さんと同じくらい喧嘩慣れしてる。え、桐生さんと同じって。そんな。六教人。六教人の皆さん、お揃いですね。今日はちょっとした問題が起きまして。なんだよ問題ってのは。俺は忙しいんだよ。さっさとしてくれよ。おい、メンバーが札にパクられたとか、どうせそんな話だろ。おいおい、そんな理由で集めてたとしたらぶっ飛ばすぞ孔明。ジョーの件だな。え、なぜそれを。お前が独断でメンバーに情を負わせていると聞いた。おいおい孔明、何勝手なことやってんだ。岡田は情をほっとけと言ったはずだ。その命令を無視したってことか。まあまあまあ、別にいいんじゃねえか。組織から足を抜けるにはそれなりの代償がつきもんだ。それはジョーがジャスティスの創設メンバーだからって例外じゃねえ。ジャスティスは一応巨大組織だ。締めるとこは締めねえと下に示しがつかねえだろ。まあ確かにな。でちょっとした問題が起きたってのはなんだ。結論から言うと、ジョーがうちが送り込んだ部隊を返り討ちにしました。何？ジョーはうちを抜けた後故郷の尾道に向かったんですが、どうもそこで地元の仲間たちがジョーの助けに入ったようで。ちょっとした問題じゃないな孔明。大失態だ。ジャスティスの看板に泥を塗りやがってよ。申し訳ない。矢野。あ？これは軍資金だ。すまないが尾道へ行ってくれ。なんだよまた俺か。まあいいけどよ、その代わり余った金は俺の財布に入れさせてもらうからな。勝手にしろ。ただし六教人として当然失敗は許されない。しくじって帰ってきやがったらたっぷりお仕置きしやるからな。いや、しくじったら帰ってくる席なんかねえぞ。それがジャスティスのルールだろ。分かってんだよ、うるせえな。くだらねえ心配すんなよバカ野郎。さーて、じゃあ荷造りでもするかね。旅行ガイドも買っとくか。やってくれたな、ジョー。新しいチームを結成する？ああ。ジャスティスはきっと六教人を俺たちの元に仕向けてくるに違いねえ。あいつらに対抗するにはうちもそれなりの人数を集めてチームを作る必要がある。よし、ジョーさんをリーダーにした新チーム、ジャスティスよりでかいチームにしましょう。いや、リーダーは俺じゃない。え、じゃあ誰が。キリュウさん、俺たちのリーダーになってもらえないか。俺が。ああ、ジャスティスはでかいチームだ。対抗するにはうちもでかい組織にする必要がある。だが俺は管理とか人を束ねるとかが大の苦手でね。そんな俺が、少なくとも今の俺が上に立ってもチームはまとまらねえと思うんだ。ジャスティスに勝つには桐生さんの力がどうしても必要なんだ。頼む、力を貸してくれ。お前の気持ちは分かった。だが俺には
他にやることがある。俺、男としてけじめをつけたいんだ。それにあいつの岡田の目を覚まさせたい。あいつは俺の大切な親友なんだ。道を外しちまったあいつを放っておけないんだよ。道を外した親友か。分かったよ、協力してやる。だから頭を上げろ。桐生さん、ありがとう。改めてよろしく、よろしくお願いします。あ、ところでチーム名は何にしましょうかね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいですかね。チーム名？チームを作るんだから、まずはチーム名を決めるのが普通でしょ。クールな感じがいいっすね。ジャスティスみたいな英語っぽいのがいいっすかね。そうだな。いや、そこはリーダーに決めてもらおう。俺が？はい、桐生さんがリーダーだから、それが分かる感じだとなおいいかもな。頭文字の K を取って K2016 とか、桐生維新軍。ちょっと古臭いな。俺の名前が入ってるチーム名、桐生会なんてどうだ。桐生会？なんだなんだ。組織といったら大体組とか会とかだろ。まあそりゃそうっすけど、なんかヤクザみたいだな。いや、いいんじゃないか。リーダーが決めたことだ。桐生会をここに結成しましょう。絶対にジャスティスを倒す。そして俺たちのホームである尾道や仲間たちを守って、岡田の目を覚まさせる。しゃあ、やってやるぜ。やれやれ。で、リーダーになるのは分かったが、具体的に俺は何をすればいいんだ。桐生さんにはこの前の時みたいに戦いの時に采配を振るってほしいんです。それと桐生会をうまくまとめてほしい。うまくまとめる？はい、今はまだそんなにメンバーいないけど、これからどんどん増えていくと思います。そうなると、ただでさえ若い連中の寄せ集めだし、統率が取れなくなるっしょ。桐生さんには年の子を生かしていい感じにチームを組織としてまとめてほしいんだ。おいおい、丸投げもいいとこだな。多分俺の所属していた組織と似た感じの構成になっちまうぞ。それでもいいのか？ええ、何でもいいっすよ。っていうか桐生さん、どんな会社に勤めてたんすか？それは企業秘密だ。ほう、まあいいや。じゃあそんな感じで桐生さんの会社風にお願いします。出撃やチームの編成をしたいときには俺に声をかけてください。桐生さん、この前は助けていただいてありがとうございました。気にするな、無事でよかったな。はい、うちの兄たちが無理やり巻き込んでしまったみたいですみません。ああ、まあ仕方ない。引き受けちまった以上なんとかするさ。だが若い連中のチーム束ねるなんて初めてだからな。まずは仲間をどう増やすか。ああ、それならマスターが詳しいかも。マスターは昔ワルだった時に大きなチームのリーダーだったんですよ。ほう、経験者かね、マスター。幸子、お前まで人聞きの悪いことを。営業妨害で訴えるぞ。ったく、桐生さんがチームに仲間を増やしたいけどどうしたらいいかって。仲間？そんなの簡単よ。ガツンと一発殴っちまえばいいんだ。殴る？ええ、この辺には生きがっている若い連中ってのがちらほらいるんですよ。田舎の悪いところでね。そいつらは自分が最強だと思い込んで強いやつと戦いたがってる。だから桐生さんがバーンとそいつら叩きのめして強さを示せば、きっとホイホイついてきますよ。それはちょっと野蛮すぎるんじゃ。桐生さん、
喧嘩めちゃくちゃ強いでしょ。ある程度喧嘩慣れしてれば戦わなくてもわかる。戦いに飢えてる連中であんたを見て血が騒がない奴はいませんよ。そうか、自分ではわからんが。そうですって、現に俺もちょっとね。マスター、やめてくださいよ。冗談だって。ま、試してみるといいですよ。町をぶらついてりゃ出くわすと思いますから。わかった。何年かってのは、だから、今は西暦で何年かなって。2016年だ。2016年？本当に？やっぱりそうですよね。やったー、うまくいったんだ。じゃあここは本当に1年前の過去？そしてこれが1年前の私？あ、確かに今よりちょっと胸小さいかも。なんだ、何を言ってるんだ。あ、やだ、すいません、一人で盛り上がっちゃって。ん？実は私ね、なんと1年先の未来からタイムリープしてきたんです。タイムリープ？ええ、2017年から時空を超えてね。何を言ってる。あ、伝わりませんか。そっか、そもそもタイムトラベルとタイムリープの違いから説明しないとですね。タイムリープっていうのは、今の自分の意識が別の時間の自分に乗り移るってことなんです。ほう。で、タイムトラベルの方はタイムマシンとかで時空を移動するでしょ。例えばおじさんがタイムマシンで昨日に行くと、昨日のおじさんとマシンに乗ってきたおじさん、その二人が同じ世界に同時に存在することになっちゃう。でもタイムリープは今のおじさんの意識が過去の自分に乗り移るだけだから、常に世界に一人。どうです、わかりました。ああ、完璧に理解した。つまり私の場合は2017年の意識がこうして1年過去の自分の体に乗り移ったわけですよ。1年もタイムリープするなんて自信なかったけど、私ってすごい。そうか、なるほどな。じゃ、邪魔して悪かった。あ、え、なんで？ちょっと待って。
私今結構すごいこと言いましたよ。普通もっとこういろいろ聞きたくなりません？わかった、もう少しだけ付き合ってもいい。よかった、そうこなくちゃ。私ミクって言います。俺はキリュウだ。わかりました、キリュウさんですね。とりあえずなんというか、キリュウさんは私がタイムリープしてるのを信じられないってことですよね。そのお前が1年後から来たってことか。まあそうだ。じゃあどう言えば信じてもらえるんですか？いや、そう言われてもな。ってことはお前は1年先の2017年のことを知ってるんだよな。ならその間に何か変わったことは起きたか？変わったことって何か大事件とか？結構急に言われても思いつかないですね。もう少し具体的に聞いてもらえます？そうだな、例えば。大きな地震とか事故はなかったか？あったかな。多分大きな地震はなかったけど、あ、事故なら面白いのがあって、私のママが車で何度パパを引いちゃったんです。怪我は大したことなかったんだけど、うちのパパほんととろいし冴えなくて。いや、そんな身の回りのことを言われてもな。新聞を騒がせるような大きいのはないのか？今時の女子高生は新聞なんて読みませんよ。ニュースはだいたいスマホで。あ、2017年にはスマホっていうのがあるんだけど。スマホくらい俺も持ってる。あ、そっか、そうですよね。まあ待て、今思ったんだが、未来のことをどう言われたところですぐに確かめようがないな。何か他に証拠として未来にしかないもんとか持ってたりしないのか？あ、例えば未来の日付の新聞とか、来年発行の100円玉とか。せめてそういうのがあればもう少し説得力がある。さっきも言いましたけど、2017年から来てるのは私の意識だけなんです。つまり証拠は何もないってことか。今ある証拠は私の言葉だけです。あとは私の目を見て信じてもらうしか。わかった、信じてやるよ。え、本当ですか？そうでも言わないと話が終わらないんだな。俺もそこまで暇なわけじゃない。そんな言い方あります？それにお前も何か目的があって2016年に来たんだろ。邪魔しちゃ悪い。別に目的なんてないですよ。私がタイムリープできるようになったのは本当につい最近で、なんで急にそんな力に目覚めたのかってまだ自分でもよく分かってないんです。だから今はいろんなケースのタイムリープを試してるとこなの。なら何か進展があったら俺にも教えてくれ。じゃあな。ミエさん、
あんた騙されてんだよ。そんなん違うんよ。何も心配ないよ。ほんまに大丈夫。それが連中の手なんだよ。ミエさん、私は知ってるんだ。あいつらは無難鳥ヘペトナス教なんだよ。無難鳥ヘペ、何を話してる。無難鳥ヘペトナスの人はみんな親切じゃけん、教団に来てみりゃわかる。あんたもフレンドになったらええ。奴らの目的は金なんだ。お伏せしろと言われたんだろ。そうすれば救われるって。お伏せと違うわ、伏せ臨著言うんじゃ。そんなのはどうでもいい。とにかくもうあいつらんとこには行っちゃダメだよ。ひっ、じいさん乱暴はよせ。乱暴、いや、そのつい向きになってしまって。もう構わんで。あんたは信心がないけすぐ頭に血が昇るんよ。はあ、ミエさん、あんたも少し荒っぽかったが、どうも訳ありみたいだな。あなたは。別に怪しいもんじゃない。少し前にこの町へ来たばかりだが、桐生だ。桐生さんですか。もしよかったら話を聞いてくれませんか。ああ、聞こう。それにしても随分疲れてるようだな、じいさん。全部無難鳥ヘペトナスのせいです。その無難鳥ってのは何なんだ。昔いろいろ問題を起こしてたインチキ宗教ですよ。最近都会を避けてこの辺に流れてきました。特に身寄りのない老人を狙っては信者にしてるんです。もちろん目当てはその懐ですよ。あんたとやり合ってた婆さんはそのインチキ宗教に捕まっちまったってわけか。彼女はミエさんと言います。私は最近この土地に移ってきたよそ者ですが、その時から親切にしてくれました。ミエさんと話してると年がいまなく青春時代を思い出すような。なのに彼女があんなインチキに引っかかってしまうなんて。その宗教がインチキだってのは間違いないのか。間違いないです。それは信者たちの信仰心を競わせながら洗脳するんです。そしてお伏せと言って財産を残らず寄付させる。なるほどな。ミエさんは長いこと介護してた旦那さんに先立たれて弱っているところを連中に突き込まれたんです。私がいくら言っても聞きません。他にも近所で何人も信者になっているんで安心して信じてしまっているんです。私はせめて彼女だけでも騙される前に救ってあげたいんだ。警察には行ったのか。行ってはみましたが取り合ってくれません。警察が動くのは何か事件らしいことが起きてからでしょう。それでは遅すぎるというのに。会ったばかりのあなたにこんなお願いしていいものか。ん？私と一緒に無難鳥ヘペトナス教に行ってもらえないでしょうか。信者になりたいといえばきっと潜り込めます。私みたいな年寄り一人じゃ何もできません。でもこのままじゃミエさんがいざとなったら強引にでも連れ出さないと。分かった、行こう。ほっとけばあんた一人でも教団に乗り込んじまいそうだしな。ありがとう桐生さん。それで教団の場所ってのはどこなんだ。線路の近くにあるビルです。そばで若い女の子がビラ配ってますから行けばすぐ分かります。ならもう行くか。ええ、ただ二人一緒より一人ずつの方が連中も勧誘しやすいはずです。別々に行きましょう。そういうもんか。多分寂しそうな人間の方が連中からしてみたらつけ込みやすいかと。私が先に潜り込んでミエさんを探します。桐生さんも後からお願いします。ああ、わかった。それじゃあ。
鍵が。チケット買われますか？片道チケット。はい、片道チケットになります。キリュウさん、こんなとこまで呼び出しちゃってごめんなさい。いや、いいんだ。南雲くんから聞いたでしょ、はるかちゃんが私の店で働いてたってこと。ああ、はるかについてあんたが知ってることを話してくれないか。私が初めてはるかちゃんに会ったのは3年前、港だった。彼女とても悲しそうな顔で海を見つめてて、今思えば大げさだけど、もし飛び降りでもしたらと思って声をかけた。どこから来たのって話してすぐ彼女にはどこへも行く当てがないって分かった。こんな田舎に家出してきた女の子がたった一人、私もそのままバイバイっていうわけにはいかなくて、宿も決めてないっていうし、思い切ってうちに誘ったの。一晩泊めてみて、何か訳ありだったみたいだけど、やっぱり全然悪い子じゃなかった。それで私、彼女にしばらくうちの店で働かないかって聞いたの。正直私一人で間に合う小さなお店だけど、どうにもほっとけなくてね。その日からはるかちゃんはうちで働くことになった。芸能人だったなんて気取りも全然なくて、本当にいい子で。あいつの素性にもすぐ気がついたってわけか。ええ、でも店に来る町の人たちもみんな気づかないふりしてくれてた。そうしているうちにはるかちゃんも日に日に笑顔が増えていってね。でもあの日だけは違った。泣いてたんだと思う。私を見るとすぐ無理に笑顔作ってたけど、その時もっと詳しく話を聞くべきだった。彼女がこの町から姿を消したのはその翌日だったから。多分はるかはその頃自分の妊娠を知った。それが理由でこの町を離れようと。ええ、私もそう思う。
それでハルトの父親は誰なんだ？ごめんなさい、それは私も知らないの。お店にいた時も誰かと付き合っているような素振り見せなかったから。そうか。でも心当たりはあるの。確証はないけど多分。本当か？一体誰なんだ？それは。おーい、まさかと思いましたが、やっぱり桐生さんでしたか。ソメヤ、お前どうしてここに？それはこっちのセリフだって言いたいところですが、いやね、そこの迎賓館に泊まってるんですよ。初めて来たんですが、坂ばっかりで疲れますね、田舎は。そういう意味じゃねえ。どうして登場界の人間が広島にいるのかって聞いてんだ。怖いな、そんないきなり喧嘩腰になられても困るんですがね。いわゆる杯交渉ですよ。俺と陽明連合会本家若頭小清水さんとのね。何？おっしゃりたいことはわかります。格が合わないってんでしょ。確かに、ただの直系組長でしかない俺と広島のナンバー2とでは釣り合いが取れない。本来なら堂島会長が陽明連合会のクルス会長と直接杯を交わすとこなんですが、あいにく6代目は殺に捕まっちまってる。なら、なんでお前が出てくる？俺はね、4代目今菅井会長代行から登場会の跡目候補と見られているんですよ。お前が登場会の跡目だと？小清水も陽明連合会の跡目です。そういう意味じゃ俺と小清水が五分で杯交わす理屈にはなる。お気に召さないようですね。なんなら四代目が復帰して代わりに杯交わしますか？俺は別に構いませんよ。どうも俺たち二人には何か縁があるようですし。縁？こんなとこでばったり会うってのもそうですが、あんたが一緒に連れているのは俺の前の女だ。久しぶりだな、清美。戻ってきてたんだな、国に。お前が消えた後ずいぶん探したりもしたんだが、まあこうして無事が確認できてよかったよ。おっと、そろそろ宿に戻らねえと。それじゃあ4代目、失礼。アイスと何かあったみたいだな。あんたの過去まで詮索する気はない。俺は遥のことが聞ければそれでいい。だがどうやら日を改めた方が良さそうだ。ごめんなさい。いや、いいんだ。ありがとう、桐生さん。なんじゃそりゃ。一体誰なら？その染谷いう男は。清美ママ言うたら東京にとったんじゃろ。言葉もすっかり東京弁じゃし。その時付き合うちょった男じゃないんかの。
ひょっとして昔の旦那とか。踊れ、キヨちゃんがバツイチ言うんか。そんなわけあるかい。 なんか根拠でもあるんすか。当たり前じゃい。清美言うたら踊れ、清純な美女言うみじゃけんの。清純な美女だって結婚くらいしますよ。それよりバツイチだといろいろ納得いくじゃないですか。いい年した女性が故郷に一人戻ってきてスナックやってる理由。違う。ただキヨちゃんみたいな綺麗な子には東京みたいな汚れた都会の空気が合わんかっただけじゃ。そういえば赤ん坊の面倒を見るのもうまかったのねえ、キリュウの兄貴。え？ああ、確かに上手だな。ひょっとして子供もいるんじゃないですか。バカだれ。ええ女っちゅんは赤ん坊がおらんでも赤ん坊の世話もうまいもんなんじゃ。ブッ、踊れら、あんましかばち垂れよるとぶち殺すぞ。まだそうと決まったわけじゃねえだろうが。あまり外野が騒ぐんじゃねえよ。あ、兄貴、そらそうじゃけど落ち着けんわい。相手が極道じゃ言うならなおさらですわ。うん、大変じゃ。いいのじゃねえか。なんならキヨちゃんが、キヨちゃんがさらわれた！それは、一体どういうことじゃ？さっき、キヨちゃんとスナックにおったら、いきなりヤクザが来よって、キヨちゃんを車に乗せよったんじゃ。じゃけ、わしが止めに入ったんじゃが、めたくそに殴ってきよってからに。そしたらキヨちゃん、心配せんでええから言うて。ほいでおめおめと逃げてきよったんか、この根性なしが。踊れの腕の一本や二本、おられててもキヨちゃんを守ったらんかい。かしら、いかんて、怪我人ですけ。ヤクザってのは、陽明連合会か。いや、多分東京もんじゃ、若い男じゃった。聡明やか。やっぱり清美ママと何か関係あるんすかね。待て南雲、どこに行くつもりだ。決まっとる。キヨちゃん助けに行くんじゃ。その染谷いう男は山の上の迎賓館に泊まっとるんでしょう。登場会をなめるな。お前が言ってどうにかなる相手じゃない。止めんといてつかさい。こればっかりは兄貴の命令でも聞けませんけ。そうじゃ、頭だけじゃのうてわしらみんな命張る覚悟あります。清美さんはわしらにとっても大事なお人じゃ。おうよ、東京もんに舐めた真似されて黙っちょれんわい。染谷は陽明連合会の本家の客人だぞ。そこにお前らが乗り込んでいったら縁故詰めさせられる程度じゃ済まない。最悪広瀬一家は取り潰しだ。親分にも迷惑がかかる。じゃったら、わしは破門してもらいます。それじゃったら、もう広瀬一家とも関係ないですけど。惚れた女一人守れんで、何が極道じゃ。呆れるくらいバカな奴らだな。何とでも言うてつかさいや。ほいでもわしらはいかんといけんのんじゃ。ああ、バカとは言ったが嫌いとは言っていない。え？陽明連合会傘下の広瀬一家が動けば問題になる。だったら組に関係ない俺が行けばいい。違うか。
いや、兄貴が無事強いのは分かっちゃいます。じゃけど、なんぼなんでもたった一人で行くんは無謀すぎるで。おいおい、さっきから何ごちゃごちゃ話してんだよ。おやさん、おったんですか。要はさ、おめえらが広瀬一家の人間だってバレなきゃいいんだろ。そら、そうですがの。だったら絶対にバレねえ。いい手がある。これ…覆面？なんか泥棒みたいだな。おやっさん、なんで小川なもん持ってるの。昔はこれかぶってムカつくやつを殴ってたもんだ。本家のやつとかバンバンな。全然バレなかったよ。ほいじゃけど、そがなことする人、おやっさんの他に何人もおらんでしょうが。ほとんどバレとったんじゃ。おいじゃ、これ兄貴の分です。はあ、いや、俺は必要ないだろうが。何言ってんすか。桐生の兄貴が広瀬一家に出入りしてることは陽明連合会にも知れてんすから。兄貴の顔が割れたら一緒にいるのが俺らだってバレちゃうじゃないすか。しかし兄貴、もたもたしとる暇はないですけど。しょうがねえな。わかったよ。じゃあ俺はそろそろ戻るから、あとはよろしく。で、頭、どういう作戦で行くんすか。そうじゃの。あ、確か迎賓館のパンフレットがあったはずじゃ。ちょっと持ってきますわ。これです。これが迎賓館の見取り図です。迎賓館はもともと石見造船に船を買いに来るお客のために建てられたようですわ。1階はロビー、2階から3階までが客室エリア、4階にレストランと大浴場があります。5階はスイートルーム専用みたいですわ。広いの。問題はどこに清美さんがおるかじゃ。のんびり探してると搭乗会の連中に捕まっちゃいますよ。よし、キヨちゃん救出作戦はこうじゃ。まず全員で正面玄関から突入。奥の階段に着いたら2階に上がって二手に分かれて客室をしらみつぶしに探すんじゃ。松永、田頭、雄太は右間2階におらんかったらそのまま3階へ行き同じように探す。途中でキヨちゃんを見つけたらすぐにわしの電話を鳴らせ。そしたら一斉に正面玄関に戻って車でとんずらじゃ。お前ら準備はええか。へい。血がたぎってきたで。兄貴、準備はええですか。ああ、行こう。よっしゃ、キヨちゃん、今行くで。
上へ向かいましょう。頭、それじゃあわしらは他の場所回ってみます。頭、こっちにはいませんでした。キヨちゃん、ここにはおらんかったか。よっしゃ、次行くぞ。頼むぞ。Damn!
一体どこにキヨちゃんおるんじゃ。こうなれや、ソメヤという男を捕まえて直接聞き出すしかなさそうじゃの。ソメヤが大浴場にいるようです。キリナヌキ、4階を探しましょう。おい、顔を見せろ。おい、何してんだ、こら。てめえ、大概にしろよ。終わらせてやる。死にたらせ！
兄貴、ソメヤいう男、おらんですの。はあ。あん中はまだ見とらんの。たまらんの。よりによってなんちゅう場所じゃ。もう行けん。ちいと失礼します。おい。はい、生き返るわい。あ、なんじゃこりゃ。わるはナグモ。これは一体何のつもりじゃ。違うで、わしナグモじゃ。なで、バカたれ。もう遅いわ。しもうた。あれあれ、キリュウさんじゃないですか。ソメヤ。さすがに今度は偶然ってわけじゃないですよね。つうかその格好熱くありません？清美ママは無事だろうな。彼女どこにあった？まさか四代目ともあろうお方が女一人のためにこんな無茶やらかすなんてね。噂通りの人で嬉しいですよ。彼女はどこだと聞いている。答えた方が身のためだ。なるほど、やる気ってわけですか。ですがあいにく俺にその気はありませんよ。何？奇襲を受けた時点でこっちの不利ですから、あんたと真っ向からやり合うようなバカはしない。俺はね、確実に勝てる時だけ戦ってのし上がってきた男なんですよ。ただ単に臆病なだけにも聞こえるがな。早合点しないでください。俺はこの喧嘩まだ負けたとは言ってませんよ。ん？よく言うじゃないですか、逃げるが勝ちって。てめえ！くそ、逃がすか！それじゃまた。止まれ！
ください。おりゃあ、兄貴は染谷を追ってください。染谷、観念しやがれ。まったく、せっかく風呂入ったのに汗だくじゃないですか。こりゃまた入り直さねえと。ずいぶん綺麗な体をしているんだな。今時炭なんか入れてちゃ仕事になりませんよ。何？ヤクザが肩業としてあぶくぜにせしめてた時代とは違って、今は真っ当なしのぎに手出した方がよっぽど安全で何より儲かる。俺は上からそう教わりました。炭は脅しのために入れるもんじゃねえ。己の生き方を背中で示すために入れるんだ。背中に憧れるってやつですか。夢だな。夢だと？現実はもっとシビアなんです。結局親が子に求めるのはどれだけ組織に貢献できるかでしょ。今じゃ入れ墨なんて入れない方がしのぎになるわけですから、これが極道として正しい姿なんですよ。夢を忘れて金に走るようになったら極道はおしまいだ。誰もが憧れるような生き様背負った男がいてこそ、そいつを担ごうと一つの組織にまとまることができる。さもなければ跳ねっ返りの多い極道なんざ一瞬でバラバラになってしまう。だから金こそが人を引きつける最大の魅力ってことになるんでしょう。少なくとも菅井さんはそう思ってるみたいですよ。まあいいや。女ならこの中に監禁してます。今頃たっぷり可愛がってもらってるんじゃないかな。安い挑発には乗らねえ。彼女の居場所が分かれば十分だ。さっさと片付けてここを通らせてもらうぜ。そう簡単に行けばいいですけどね。伝説とまで言われた四代目が相手だ。こっちも失礼のないよう少しだけ本気出させてもらいますよ。
ほう。大事ないですかい？
あれ桐生さんじゃないな。それに広瀬一家のバカタレも。コシュミス来ると思うとりました。こちらへ。桐生さん、キヨちゃん無事じゃったか。ええ、二人ともどうしてここに。それは小清水さん、これは一体どういうことですか。岩見社長。岩見、俺たちは清美ママを助けに来ただけだ。ここに監禁されてるって話だったが。監禁？なんならそれ。わしらはこがわして客人の奥さんをもてなしとっただけじゃ。なんじゃそりゃ。いやー、夕食前のいいエクササイズになりましたよ、四代目。清美はね、俺の前のかみさんなんです。なあ、ママがお前の本当なのか。嘘じゃ、嘘に決まっとる。そんな小川の町に染谷さんの奥さんがおったとは驚きじゃったが、これも何かの縁じゃと思ってのお招きしたいわけじゃ。何か行き違いがあったことは分かりました。ですがこのけじめはつけていただく必要がある。そうですね、小清水さん。ええ、もちろんですわ。広瀬一家は今日限り陽明連合会を破門。総長の広瀬にはきっちり縁故詰めさせますけ。待って、つかさい、広瀬の親さんは何も。やかましい。染谷さんはの、東京から遠路はるばるわしらとの杯に来た大事な客人じゃ。踊れなんぞの縁故で済む話か。まあまあ、小清水君、せっかくの祝いの席だ。清美さんも怖がっている。些細なことは水に流してやりなさい。会長、ですがこの私が水に流せと言ってるんだがね。聞こえなかったか。いえ、わかりました。染谷さんも構いませんか。もちろんです。もともと私が招いた誤解ですから。あんたは石見造船会長、石見平蔵と申します。四代目石見会長は石見造船をはじめとする石見グループの長老ですが、もう一つ別のお名前がありましてね。クルス・タケル。クルス、陽明連合会会長です。クルス・タケルはいわゆる都政名なんです。石見造船の会長が陽明連合会の。石見グループの関連各社は今風に言えば陽明連合会のフロント企業ということになりますか。こちらは息子の常夫で石見造船の社長です。以後お見知りおきを。俺の名前は桐生一馬。東条会の四代目でしょう。当然存じております。どうも水が入ってしまいましたな。ここは一つ
場所を変えませんか。わかった。いい眺めでしょう。私はこの海から見た尾道の眺めが一番好きだ。それに大事な話をするのに海の上ほどうってつけの場所はありません。周りに聞き耳を立てる者は誰もいない。大事な話？実は桐生さん、あなたに折り入ってお願いがあります。どうかこの小清水と染谷さんが交わす杯の後見人になっていただきたい。どういうことだ。ご存知かどうか、余命連合会はこれまで東条会とも近江連合とも杯を交わさず、極道組織として中立を貫いてきました。それはなぜか。広島が動けば日本の裏社会の均衡を崩すことになるからです。我々が日本最大の組織近江連合と組めば、東条会に勝ち目はなく、逆に我々が東条会と組めば近江連合にとって存亡を脅かす存在となる。だからもし今我々と東条会が杯を進めていると近江連合が知れば、彼らは死に物狂いで阻止しようとしてきます。一つ間違えれば日本中の裏社会を巻き込む戦争になる。クルス会長、あんたらはそれが分かっていて、なんでそんな危ねえ杯を進めようとする。わしらがそこまで話すからには、まず杯の後見人を受けると確約していただきましょうか。桐生さん、あなたは今の近江連合トップからの信頼が厚い伝説の極道だ。そのあなたが後見人であれば、我々の杯が明るみに出ても近江連合は渋々とはいえ飲むでしょう。堂島の竜の名はそれほどまでに力を持っていると私はそう思っています。なるほど、事情は分かった。それでお返事は。断る。理由を尋ねても。今の東条会は六代目の堂島大吾が逮捕されて不在、その急場しのぎに代行の菅井が切り盛りしている状態だ。そんな時にこの俺が下手すりゃ戦争になるって杯を無断で交わすのは、東条会六代目への裏切り行為でしかない。なるほど、筋は通ってますな。ただそうなりますと、我々としては染谷さんとの杯を断念しなくてはならない。もしかしたら代わりに近江連合と話をすることになるかもしれませんが、あなたはそれでもよろしいんですか、四代目。どこの誰と杯交わそうがあんたらの勝手だ。俺はもう東条会の人間じゃねえ。それはおかしいですね。東条会の人間じゃないとおっしゃるなら、裏切る裏切らないもないでしょう。違いますか。やめなさい、常代。桐生さんからはもうはっきりとお返事をいただいた。この話はもう終わりだ。失礼しました、会長。いきなり無粋なご相談をしてしまってすいませんでしたな。年を取るとどうも話を急いでしまっていけない。いや、それじゃ
食事の続きをするとしましょう。な、覆面どうだった？バレなかったろ？それが南雲の頭が途中で熱いて脱いでしもて、せっかくの黒が水の泡じゃ。なんだ南雲、お前根性ねえな。キヨちゃんが、うん、そんな嘘じゃ。こいつどうしたんだ？まあいっか。よし、俺が覆面の使い方を教えてやる。高志ら、お前ちょっとこっち来い。キリュウさん。笑ってんじゃねえてめえ。ママ、帰らなくていいのか。キリュウさんを待ってたの。はるかちゃんの話、結局途中のままだったから。いや、しかし、もういいのか。私なら大丈夫。突然のことでいろいろびっくりしちゃっただけだから。そうか。痛いだろ、バカ野郎。なあなあ、覆面よかったろ。ちょ、おやじさん、空気読んでください。あ、気にせずどうぞ。何やってんだこの野郎。それで、ハルト君の父親が誰なのかって話だったと思うけど。ああ、心当たりがあると言ってたな。え、それ本当ですか？うん、私ね、達川くんがハルトくんの父親なんじゃないかって思うの。は？誰なんだ？俺の幼馴染で一緒におやつさんの杯受けた兄弟分です。広瀬一家の組員なのか？いや、それがずいぶん前に組抜けまして。清美さん、なんで立つかじゃって思うの？ちょうど遥ちゃんがこの町からいなくなる少し前に、立川くん、うちの近所で誰かと電話をしていて、こう言っていたの。産んでも絶対二人とも幸せになれない、下ろすべきだって。下ろすって赤ちゃんをですか？そうでしょうね。もしかしてそん時の達川の電話の相手が遥ちゃんじゃった言うんで？もちろんその時は達川くんが誰と話してるかわからなかった。だから嫌な話聞いちゃったくらいに思ってたんだけど、でもその後姿を消した遥ちゃんがハルト君を産んでたってことは。その達川は今どこにいる？ここを出てく前、東京に行ってメジャーになるとかなんとか言ってましたけど。うん？音楽か何かやってたのか？いやー、さっぱり。とにかく東京行ったらビッグになれるとでも思ったんじゃないですか？達川じゃったらカムロ町でホストやっとるで。ホスト？タカシラ、踊りなんでそこあんなこと知っとんねん。わし、あいつと SNS でつながっとったけ、東京に行った後もちょくちょく近況報告受け取ったんです。は？なんで俺に知らせずにお前にだけ教えてんの？マジ意味わかんねえ。タカシラ、そいつと連絡取れるか？いや、それがここ最近全くの音信不通で、メッセージ送っても未読のままなんですわ。多分携帯変えたんじゃないかの。そうか。はっきりしたことが分からなくてごめんなさい。いや、手がかりがあっただけでも大きな前進だ。カムロ町か。ハルト、もう
う少しだけ待っててくれよな。桐生の兄貴、こいつが辰川ですわ。こんな奴と遥が。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥ちゃんがよりによって辰川なんだと。あいつが春人の父親なのかよ。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥ちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥ちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど雄太の言いたいこともわかる気するわ。でしょ。やめえバカタレども、男と女っちゅうのは理屈じゃないんじゃの、キヨちゃん。あ、お邪魔しますよ、四代目。ソネア、お、踊れ。何しに来よったんじゃ。関係どぶち殺してるぞ。南雲くん、やめて。じゃけど、キヨちゃん。
清美、少し話せるか。話ならここで。私はもう桐生さんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、遥ちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いこと遥の面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだねえ、桐生の兄貴、そういや遥ちゃんはどうしてるんすか？なんで春人のそばに遥ちゃんがいないんすか？おお、そうじゃ。わしら遥ちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと危険かったけど。どうしたんじゃ桐生の兄貴。遥ちゃん元気でおるんじゃろう？あいつはカムロ町で事故に遭った。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からないらしい。なんじゃと？あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時ハルカがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題はハルカがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った達川と落ち合うためいうことかの。そういや達川が組抜けたのって遥ちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけわかってりゃ探しようはある。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東上界と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ、悪いがまたハルトのことを頼めるか。え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、桐生さん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。桐生の兄貴、カムロ町
俺も行きますよ。ん？俺は辰川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。わかった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんに、やろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。桐生の兄貴、明日兄貴そっからカムロ町に。ああ、